こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。北朝鮮の金正恩委員長がムン・ジェイン大統領が行った光復節の式典での演説を非難し、ムン・ジェインは稀に見るずうずうしい人物だ、二度と向き合わないとまで言いました。今回はその模様のニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。北朝鮮の韓国窓口機関祖国平和統一委員会は16日に出した報道官談話で、前日に韓国のムン・ジェイン大統領が行った光復節の式典での演説を非難した上で、我々は南朝鮮当局者とこれ以上話すことはなく、二度と向き合う考えもないと表明したと朝鮮中央通信が伝えた。報道官談話は、韓米が韓国で実施中の合同軍事演習や、韓国国防当局が最近発表した国防中期計画に触れた上で、これらには我々を壊滅させる目的があると主張。ムン大統領に対し、堂々と南北間対話について言及できる思考がまともなのか疑わしいとした上で、稀に見るずうずうしい人物と非難した。それでは韓国国民の反応です。北朝鮮の弁舌がますます進化してるね。平和を求めるなら戦争の準備をしなさい。歴史的教訓だ。金正恩は人を正確に見る目があるね。私の考えと全く同じだ。片思いの結末が笑い。どうでしたか？アメリカとの合同軍事演習中に対話を呼びかけたことによって金正恩の逆鱗に触れたようですね。タイミングも測れないなんて、さすがムンジェイン大統領ですね。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録・高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。